さんのところに行く時もお母さんに車で連れて行かれるようになったまるでお母さんに監視されてるみたいで嫌だちゃんと一人でウコさんのところに行けるのにウコさんは私のこと本当はどう思ってるんだろう気ままに話をした記憶はあるけど何を話したかあんまり覚えてないウコさんにどう思われてももうどうでもいいんだどうせ私はおかしいんだからうんとおかしいデータを取ってよ もうどうだっていい。